すごい盛り上がってます。スカーレットの大会、いや下で美術の展覧会やってるとは思えない盛り上がりがね、このお部屋で繰り広げられている。すごい、ごめんなさい、お待たせいただきます。大丈夫、大丈夫。一言、終わってみて、やってみて一言。いや面白い、これ頑張りますね。そうか、そうなんだけど止まらないようにね。そうだよね。あ、うん、あ、あでも、ね、もう全然さ寄らないもんね、あそこの丸にね。当てるでしょ。なんさ、うまいんだけど。すごい悔しいな。うまい。あ、何がすごいのか分かってきた。サナエさん実はやってたな。やってたな、サナエさん。え、ちょっと、おお、サナエさん。やばい、俺にかかってるよ。佐竹さん、初勝利お願いします。やばい。初勝利。面白い。面白い。あ、面白い。よし。佐竹さん。最後。お願い。まだ来た。あ、すごい、すごい。あ、これいい。これちょっと微妙な。ダメだ。微妙な勝負なんじゃないこれ。うまい。あー、佐竹さん。いけるよ。あー。あ、青がいいね。ありがとうございました。本当に大騒ぎしてすみません。これちょっとハマるね。そうですね、今チームが結成されましたので。で、この発祥の地なんですか、ここが。すごくない。だからそう言ってるじゃん、ずっと言ってるじゃん。え、マジっすか。すごいよ。いや、これ世界中でバズるよ。バズるよ。もう一回やる。勝ったから。勝ったから。勝ち逃げはダメだよ。あ、はい、はい、じゃあ本当に本当の勝者はどちらなのか。ちょっとね、ちょっと火がついちゃった。そうね。今最後投げたのは彼女だから、はい、彼女は2番の、はい、他はもう全部これ。あ、はい、あでも赤だな。これはちょっと青入れてあげた。こういうこともね。そう。持ってたところがいって。そう。で、これが順番で青から入ってきた。そうそうそう。どんどん順番で。青から真ん中に近い方がやってみる。うまーうまーわー、お見事、お見事だわ。ねえ、もうどうしようもない気がするよね。もうそれしかないよ。おおお、ああでも赤。うわー、おかしいな。もう全部ここら辺がさ、あれしてるから。うまい。お、あ、青1になった。え、青が1点勝ったよ。え、すごい。え、これすごい面白いゲームだったんじゃないのこれ。だから今の最後で決まった。いや、すごい。いや、役割これちょっとどうしよう。これ今日の映像って載せても大丈夫かな。あ、じゃあこういう、はい、あのどうもありがとうございました。素晴らしい競技ですね。考案されたという。特許ね、4つ入ってる。え、特許も取られて、はい、これはいいですね、うん、もう年齢関係なく障害者もみんなやれるから、うん、で健常者と障害者一緒になってやれるから、うん、障害者喜ぶんだよね、うん、あ、そうですよね。ちっちゃくても背低くても、
お年召した方でも結構ね、全盲の人がやるの、うん、ね、前に押し出せればいいわけ。そうそうそう、エリアがちっちゃいから、うん、分かるんだよね、感覚的に掴めるんだよ、ね、素晴らしい。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、じゃあ今日の感想は、ね、楽しかったね。楽しかったですね。これちょっと面白い、本当に面白い、ね、うん、誰でもできるしね、はい、それこそ本当に老若男女、3歳の子供から97歳のお客さんで、車椅子大会なんですよ、負けるとね、ちゃんと悔しくなる。いやー、じゃあちょっと今度カックを混ぜて4人になったので、サナエさん素質あると思う。サナエさん素質ありですね。頑張っていきましょう。31日は松原団地で。ポンポンポポポンポンポンポポポン、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポンポンポンポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。